あーでもすごい、面白い。あ怖い、この世界に入りたくない。すごい、上真ん中のキューブを作って、はい、で、あー、はい、動かせます。動いた。左手も両方使って大きくしたり、あー、そう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 、好きな形にしてカンバスにしましょう。超立体になっちゃいますけど。そうそうそう、これをこう、こうやって引っ張れるの。こんな感じにしようこれがいつも描いている漫画の大きさですね。ここにくっつく。そうするとそこにだけ描くんだ。ここにも描けるんだけど、はいはい、近づいたらその側面に沿って、そう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 、うん、これを使ってでかい漫画のカンバスに。これはこれはすごい。これまず白く塗らないといけないので、本当に壁を本当にペインターになりました。塗っている。家とかリフォーム屋さんみたいなDIY でも絵は立体になっちゃうんですよね。そうね、この後キューブ動かしたら絵はそのまま残すから立体的なものも作れるんですよね。ザーリンってなんだっけ、ササヤコ、ササワコ、ササダコ、サダコ、あーサダコ手がビューって出てるじゃないですか。できるよ。あーできますね。あーサダコ描きます。まあ季節はちょっと違うけど、どうぞいや、サダコ髪の毛、そもそも髪の毛しかなかったですよね、あの人。だよねちょっと見づらい、右右、ああ、ちょうどいいちょうどいい。こうちょっと残念だけど、後ろをまた塗らなきゃいけない。そうですねあ、手まで描きたい。あ、手だけ、手をこうやって出したい。これ指ですか？指今腕ですか？あーなるほど。腕を立体的。おーおーおー、怖え、怖っ怖っ。十分怖い。十分怖い。おお。怖い。これはひどい。あーでもすごい。面白い。あーでも血とか出しましょうよ。血を。指から。怖い。怖。こんならやだ。あーすごい怖い。内田さん、暗いな暗うわうわうわすごー面白いリアルサダコ怖い、この世界に入りたくない。思ったよりビビった思ったよりやだなんでこんなこと見えますか？見えます。怖い。すごい。怖いよ。怖いよ。なんでこんな。本当立体的に描いてくれましたね。怖いよ内田さん。怖い。内田さんみたいにデカ漫画描くんだったら、こうやって小さく描いて大きくできる。みんな真似してるな。怖いよ。お、だっこ。あ、すごい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 。あー、ありがとう。挨拶。サダコに挨拶。ということで、VR は本当に複雑な機材ですけど、どんな感想ですか？あ、でも初めはうまくいっていたので、宇宙は楽しかったです。宇宙は楽しかった。サダコは思ったより怖かった。で、これがまた使える機会があれば
どんなのを描きたくなりますか？効果音を描きたいです。ドーンっていうのを立体的に描きたい。おお。ズドンみたいなのを立体的に。じゃあ A はそのままフラットタイラーで描いて、効果音とか。効果音を立体に。ああ、いいアイデアですね。ならできそう。使ってくれてありがとうございます。面白い、面白い貞子。面白い貞子と宇宙が。また今度はサイバー貞子。サイバー貞子。最近世界回ってますよね。最近世界回ってます。なのでまた今度はどこ？次はイタリアです。イタリア、ナポリコミコンに。おお、ナポリで、そこで会えますよ。会えますよで、それは漫画ライブペイント。漫画ライブペイントをやります。で、その後他の国も行ってる。どこでした？次7月にアメリカで、10月にドイツまでは決まってる。おお世界の漫画ライブペイント、かっこいい。あのツイッターとか教えてください。ツイッターとインスタグラム@いぶき地方シーンで検索されてると思うので、よろしくお願いします。ぜひ登録とか登録フォローとか、フォローぜひフォローお願いします。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。